はい。まあ、おはようございます。でいいよね。10時なんで。あのー、そうなんです。これ、昨日の夜っていうのは、今朝方までなんですけど、私、あのー、YouTube のメンバーシップの配信を終わってから、いろいろこの、エゴさ的なことっていうか、情報収集してると、あのー、斉藤知事の SNS 選挙っていう、ね、えー、 x クスで出てきて、なんだろうってもう今更っていうふうに思ってたんですよ。ところが、あの、昨日先日の新聞なんかでも、あの、やっぱり SNS の影響が拡大とか、そういう見出しが出てて、もうなんで今更みたいな思ってたんですよね。で、その SNS の選挙に対して否定的っていうか使い方がっていうふうだから、私は、まあ、古い 今までの力を持ってきた人たちその SNS の使い方駆使できてないから、そこでなのかなとか、あの、うん、えー、稲村さんが何と戦っていたのかわからないっていう意味深なことを言ってて、まあ私は負け犬の逃亡絵みたいな感じに思っていたんですよね。でも、どうやら、これ見ていくと、昨日の遅くに入ったやつは、 この斉藤知事が広告会社、まあ、コーディネーター的なところに金銭の支払いをしていたとか、あのー、法に抵触することはないという見出しが出てきてるんですね。で、広告会社へお金を払ってネット宣伝してもらうっていうことが OK なら、え、それいいのって単純になってくるわけですね。だから SNS をっていうからややこしかったんだけど、その、 SNS をやるのが、その、そういうところにお金を出すことっていいのっていうのは、単純に選挙法でお金が絡んじゃダメなわけだから、うーんって私も思ってるんですよね。で、いろいろそのトレンドになってるっていうのを見ていくと、うん、普通に選挙活動として SNS の活用って問題ないですよね、っていうふうになっているんだよね。 なんか、やっぱりいろいろ、うん。ここが、どうなんだろうと。で、うまく稲村人営はできなかった。えー、斎藤さん側はできた。で、勝った。でも、そこの SNS 戦略が、自然発生的に、こう、県民の人がなっていくならいいんだけど、これが、 そうです県外の人が応援して、すごくややこしいですよね。その選挙制度っていうのが、選挙自体は、その有権者。例えば、町なら町、市なら市の人で、外部の県外の人がどうこうっていうか、市外の人がどうこうって関係ないっていうか、選挙が盛り上がらないもんだから、別に市の中でそんなよその人が来て盛り上がるなんてありえないから、そういう想定してないんだけど、今回の、 兵庫県知事っていうのは、あの、斎藤さんを応援しようっていうことが全国から集まった。でも、それはダメなわけじゃないんじゃないですか。想定してないからね、そもそも。県民だけしかダメだよ、みたいな、言うわけじゃないし、選挙機関だって、県外の人が、だって、市外の人だって、海外の人だって来ていいわけで、そのこの町に入っちゃいけないなんて、あの、ルールは絶対できないので、その人たちが応援するのはいいわけだから、 でも、それがなんか違った力学で働いちゃまずいんじゃないかなっていうのが、なんとなく分かってきたところなんですよね。やっぱり、えー、制度が、この、実態に追いついてない。うん。盛り上がらない選挙なら、まあ、今までの通りでいいんだけど、なんか新しいことっていうことになると、変わってきたのかなっていうふうに思いますね。うーん でもこれ、今、ちょっと見出しだけ見ていると、えー、なかなかこれだけど、まずいんじゃないのって思えるような項目もありますよね。えー、ニュース速報になっているのは、えーこ、その斉藤知事の代理人を通じて、法、えー、に提出する事実はないとコメントしているっていうのは、 うんえー、基本的に主体的には私、知事ですね、藤さんが。それから、斎藤元彦講演会で SNS をどうするか考えていたうん。っていうようなことになるんだけど、ネットにコラムを展開。うーん そこには X や Instagram などを監修者として運用戦力立案やアカウントの立ち上げ、ファクトチェック、体制強化するもって行ったっていうことになると、え、広告会社に金銭の支払いあるということになると、支払いは買収となる恐れが高い、報酬の支払いは買収となる恐れが高い、総務省のホームページっていう風になっているので、あらって話ですね。 総務省のホームページは、業者に選挙運営用のウェブサイトを掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことで買収となるかという Q&A で、一般論としては選挙運動の主体であると返されることから、報酬の支払いを買収となる恐れが高いものと考えられると回答しているんだけど、この前段で、斉藤さんは、え、国会社、 には抵触しないここで解釈が変わってくるということですよね。で、広告会社の代表がコラムを、この女性なんだよね、う広告斎藤元知事頑張れを、斎藤元彦知事頑張れに、なんかここのハッシュタグをつけることが、なんかいろいろ言って 元知事と元彦知事で、ここで、変わってくる、その、ねえっていうようなこともあったりして、なるほどな、うん、うん。で、やっぱり、この、いろいろ調べていくと、うん、公選法、 に引っっかかるるる可能性がが高いいてて言われてる人たちがいるんですよねうんえ例えば、広報や SNS 立案などは依頼しておらず、金銭を支払ったのはポスターの作成などの法律の範囲内のみと答えられているが、今回の選挙の SNS の活用ぶりなどを拝見しと、とても1人でやったとは考えにくいとか、うん割と斎藤さんに、 斉藤知事にネガティブな、えー、ここも、情報が SNS 上で溢れてきてると。本当に、潮目がなんか変わっちゃって、少し前まではすごい賞賛の嵐だったのが、この数日で、なんかまずいよっていう方向になっちゃってるんですね。だからもう、私ももうここに来ると、えー、いいとか悪い、擁護とか擁護派手じゃないと。いや、結果、 あれだけの逆風から勝ったのがすごいなって単純に思っていて、へえ、やっぱりそうだったんだ、みたいなところから、どうもその選挙戦略のやり方がまずいよっていう風になってきて、で、これが陰謀論などうのこうのじゃなくて、単純に選挙法ってすごく細かくって、これはいけない、あれはいけないっていっぱいある、今までの日本の選挙の中で、こういうことはダメ。えー、本当に細かいんですよ。なんかお茶はいいけど、 お菓子はダメ。何はいいけど何はダメとか、えー、お葬式の時には本人が行くのはいいけど、秘書がとか、すっごい細かいんですよね、実は。で、それがあって今までなってきてるんで、もし、ダメって言われやダメなのかなっていうのはあって、今後どうなってっちゃうんだろう。せっかく、こんな風になったのにっていう風に思うわけですよね。広告会社かっていうのも、 今までの買収とかっていうのは、運動員とかボランティアの人たちにお金を渡しただとか、ね、えー、有権者の人にいくらか実弾をっていうのがあるけど、それとは違うんだよね。うん。SNS は多く、よくって、SNS を運用する会社に払う。でも、そうなったら、 単純に、そういう会社にお金がある人がいっぱい雇って、SNS 戦略をどん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 してもらえれば、当選するってこと、まあ、確かに、うん、ねえ。で、ね、そこに行くと、あの、えー、稲村さんの方の SNS が使えなくなっていった状況があって、それを提訴するみたいな。いや、このことに結果に傷つけるつもりはないって言ってましたね。稲村さんの陣営の方は。えー じゃ、こ、これで私は、その、えー、そっち側を応援してるわけですよ。今、トレンドっていうか <laughs>、見てると、すごいこうなってきてるんで、何が起こってるんだっていう風に思っているんですね。うん。でも、このまま行くと、その、今、うん、賞賛していた、うん、サ藤知事の、 ニュースと全く違うような感じになっちゃうんだよな。うん。いろんな意見があるので、ここね。何が言いたいかわかりませんよね。何が言いたいかわからないけど、ちょっとここの動画私は出しとくのは大事だったんで、出しておきます。私も思うとこがあるんです。思うとこがあるんです。実はいろいろ。だけども、 結果が出てからどうこう言うんじゃなくて、うん、あれってこういう意味だよっていうことの布石を打ってきたかったっていうので、まずとりあえずね、ね、えー、早い時間に出しておきます。以上です。はい。まあ、これ、ね、言っときます。えー、っと、23日、11月23日の、えー、2時に撮ってます。はい。そうですね。 午前2時にとって10時投稿にしてます。2時の段階いろいろ調べていって出していると。ねえ、いつ、いつまで起きてんだって話なんですけどね。はい。まあ、ここ、ここをとりあえず言っておきます。よろしくお願いします。はい。